はい、皆様こんばんは。仏教数学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、アンチ検証会に寄せられました検証会に関する苦情クレームの294から307番の検証でございます。検証会に関するクレームは、強引な勧誘をやられたと、それから地獄に落ちるとか脅かされたと、脅迫されたというクレームですね。それから監禁されたというクレームが圧倒的に多いんですが、今回もこういうクレームが多くなっております。294番です。友人の着服で入信して20日目の検証会現会員ですが、正直やってられないです。もうやめたいのが現状。着服はどう見ても目的は言わずに相手を誘う騙し討ちにしか見えなくなく、両親が痛みます。ご恩業は家で行う分にはいいと思うが、会館や大会などに行く場合、交通費や時間がかかります。昨日少し矛盾を幹部についたら、2時間くらいの指導という名のマインドコントロールを受けました。ぶっちゃけ意味がないが、来週にでも脱退届を出してきます。はい、で続いて295番です。かなり昔、検証会員でした。当時は熱心でしたが、だんだん嫌気がさし退店しました。そのせいか、嫌われたくないのもあり、当時の話をしたくなくなり、退店してかれこれ5年、未だに作服した人が家に定期的に訪れます。中学の同級生らには有名になったため、久々に会っても気まずい雰囲気です。正直後悔もあります。その分得たものもあります。でもまた一念発起する気はありません。ちなみに当時は検証会の班長でした。はい。続きまして296番でございます。一昨年に同じ学校の子から、そして昨日同じバイト、派遣の人から検証会に勧誘されました。両方とも何も書かされず終わったのですが、正直気持ち悪いです。ご飯代を返してほしい。1回目は訳が分からず、2、3時間ほど監禁状態になりました。昨日は私、キリスト教の信者ですからと言い、続けて1時間ほどで、解放されました。最初は世間話だったんで、家庭事情とか自分の周りの状況とか話しすぎました。最悪です。297番、私は1年前に派遣先の友人と遊ぶことになり、駅前のファミレスに行ったら友人と名乗る女性と待っていました。私は嫌な予感がしました。少しは宗教の話になりました。友達がいたから仕方なく2時間弱検証会について聞かされました。軽く検証会に監禁状態になりました。私は検証会に入信ですね。入信1ヶ月で検証会から脱会しました。毎日南に向かい、ご本尊もないのに懇行をし、大宮の本部でテレビに映る会長らしき人物に頭を下げる。脱会して正解でした。はい、続いて298番です。兄が検証会に入ってどっぷりハマっています。バチに当たる、地獄に落ちると脅してきます。その言葉が嫌です。はい、続いて299番です。僕もこの前、中学時代の知り合いに急に呼び出されて検証会に入らされてしまいましたが、次の日にすぐ辞めました。でも罰が当たるとかいろいろ言われて心配です。どうかご安心ください。罰は当たりません。はい。続いて、300番でございます。もうかれこれ検証会を脱会してから15年近く経ちますが、
今でも時々〇〇という女性が白昼堂々と家まで押しかけてきます。うちは引っ越したにもかかわらず、父は頭が悪く相手のうまいやり口に騙されて家の住所を教えてしまったのです。父や母が追い返してもやめて唾が飛ぶと顔色一つ変えずに、まるでこちらが悪者であるかのような言い草をされ、腹が立ちます。確かに検証会脱会した信者すら認めないというほどの宗教を続けるほど我が家は賢くないですので、見下されても仕方ないのでしょうが、それから間もなく警察に追い返してもらいましたが、効き目がないですね。しかも同じ高校のクラスメートでしたので、同窓会などで会うと蛇のごとくねっとりと機会を狙った眼差しで寄ってきて、本当に気味が悪いです。はい、はい、続きまして301番でございます。大事な友人、女性、子供2人が検証会に入信して5年、近々その友人は離婚します。幸せを信じて入信したのに家庭崩壊です。私はどうやって彼女と付き合っていけばよいのでしょうか。はい、続いて302番でございます。18歳の時に一番仲がいいと思っていた子に2度も検証会に勧誘されました。1度目の勧誘の後警察に相談し、2度目の勧誘の時に検証会員に返してもらえなくなりかけたので、警察に電話して無事生還しました。はい、303番です。私と同じサークルに所属していた人が検証会にはまってしまい、サークルの人たちに対して検証会勧誘を行ってきて大変困っています。昨年サークルの先輩の結婚祝賀会があったのですが、その際に同期で贈り物をすることにしました。連絡を取った際、彼は来られないけどお金は出すよという形で了承してくれました。その後お金のやり取りについてメールをしていたら、食事しないかというメールが来ました。その際にサークルとのとある先輩が、彼は宗教にはまったと教えてくださいました。サークルの複数のメンバーが何時間にもわたる検証会勧誘を受けたそうです。それ以来彼からは連絡が時々来るのですが、すべて着信拒否などの形をとって対処しています。さすがに二度と今までと同じように付き合うことは不可能でしょう。とても悲しいことなのですが、と。はい、続いて304番でございます。私も友人に3度も検証会に誘われた経験があります。とりあえず入ってみたものの、もうやめたいし検証会には行きたくないと言ったら、しつこく電話してきてイルスを使い難を逃れてきました。もう10年以上前の話ですが、それから検証会が嫌いになり、今後一切関わりたくないと思いました。はい、続いて305番でございます。自分、検証会に入信させられそうになったことがありました。後に検証会のひどさを聞いて怒りを覚えました。はい、続いて306番でございます。大学生の時に後輩から、今日お茶したいんですがいいですかみたいなメールをもらって、バイト帰りにミスドに行ったら、後輩の他に知らない女の子がいました。最初はこの子から先輩に聞いてほしい話があるんですよって言われて、自分でいいのかなと思いつつも、そんなに危険には思っていなかったんですと。力になれることならなりたかったです。だけど途中からなんだか話が習慣めいてきて、検証会に入らないと不幸になる、絶対神社に入るな、今は日本がやばいみたいにな話になり、自分じゃ論破できず、最終的にはパニックみたいになってしまいました。そんで 1,2 週間には精神的におかしかったです。卒業論文も思うままに進みませんでした。そんでこんなことになった大元の検証会の資料は一切捨てました。それからまた後、後輩の子から電話があり、あんまりしつこいんで、それ以来電話が来ても無視、
というか着信拒否にしました。もう二度と関わりたくないです。ということですね。はい。はい、続いて307番でございます。私も仕事の得意先から検証会の話を聞きました。地震が起きるとか、中国が攻めてくるだろうとか、検証会員の 人たちは不安要素を煽る人たちだなと感じました。それ以来得意先のセールスマンは会社内でも勧誘を続け会社をクビになりました。検証会員の行き着くところは不幸だなと感じましたというところですね。はい、まあこうやってですね、まあどん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 その検証会に関するクレームが来ておるわけでありますが、まあ大きなところではその強引な勧誘ですね。はい、でまあ大体 2,3 人でその勧誘されたとか、まあひどいのはもう大人数で勧誘されたとかっていうのがありますね。で一人のなんかその友達が誘われて行ったらなんか知らない人がまあそこにまあ何人もいて、長時間その監禁状態になって、検証会の話だのその浅井会長がどうしただのっていう話がまあ延々と続いて、それでまあ入信書にサインするまでその監禁されたっていうような話ですよね。はい、それからその地獄に落ちるとかバチが当たるっていうような話をで脅されたということですね。はい、で、この同じ苦情がもうどん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 その入ってきてると。はい、でこの現行法でその対処がするにはもう限界があるわけですよね。はい、まあ警察にその言って、まあ今のクレームの中でも警察に言ったらその追い返してくれましたと。場当たり的な対応で終わっちゃうんですよ。でまれにそのしつこく勧誘してきて、それでまあ逮捕されたというケースもあるんですけれども、まあ逮捕されてもですね、有罪になるかなら、まずなるケースって少ないですよ。有罪にならないんですよね。起訴猶予とかなっちゃうんですよ。でこのまあ会員個人はそうやってその責任は追及されても、検証会のトップの責任とか、あるいは宗教法人検証会の責任は全く追及されないで不問に付されたまんまなんですよ。でこれが矛盾してるんですよ。はい、でもうどうしてもその検証会のトップの責任、法人の責任を追及したいとなったら、もう新しい法律を作るしかないですね。どういう責任を追及するかっていうと、まず組織のトップの責任ですね。それから宗教法人検証会の責任、そしてこういって一般の会員を動かして作服をやらせている、無理な作服をやらせているわけですから、その使用者責任で、そのためには何かっていうと、やはりまあ今憲法20条に信教の自由を謳ってますけれども、信教の自由と同時に不信教の自由を保障するという条文を加える。はい、もう信教の自由の名のもとにやりたい放題やってるんですよ。だからもう不信教の自由を保障するという条文を入れるということが一つ大きなポイントとしてあると思います。それから憲法20条、それから宗教法人法を遵守していることを監督する監督官庁を作ると。まあこれだと思いますね。そうしないともうこの問題は解決できないと思います。はい。というふうに私は思いますが、ご覧の皆様はどのように思われるでしょうか。はい、またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。というところで今回はこれでおしまいでございます。また次回の動画でお会いしたいと思います。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。